それでは赤糸目の糊を作る材料の説明します。最初にお餅、もち粉というのはお餅の粉をこれを精米したものです。もち粉と言います。それに伴って今度うるち米の白ぬかと言いまして、それをちょっと、足しますね。でそれの元の赤ぬかというのもあります。これも一緒に少し入れて、で最後にこの塩を、文字を手塩を入れまして、粘りを持たして、それを一つ混ぜまして、蒸し箱で蒸しますと、元の赤い糸目の餅、海苔の原料ができます。でそれで出来上がったのがこの、これまで出てきたものがこういう海苔でございます。これを次の段階で、赤い糸目の顔料を作っていきます。そうしましたら、海苔ができましたら、次は赤い糸目の茜の顔料を作ります。茜の顔料の元はこういう濃いの薄いのいろいろ作っております。今回使ったのはこの、中ぐらいの赤い糸目を使っております。でこれをいきなり海苔に入れると硬くなりますので、これをここで入れすり鉢でこう吸って細かくしますね。それに、この海苔を入れまして、よく混ぜる。それで混ぜて、それでもまだ粒子が粗いので、その海苔をここに入れまして、でこう絞って、足したものがこれで、この映像は後に出てきますけども、それで出来上がった海苔でございます。これは事前に青花で下絵を描いて、海苔を散らすのにこういう道具を使います。まあ、これの段階でやっと海苔糸目が完成、赤い糸目ができたという状態です。
それでは出来上がった赤糸目のりに、はい、じゃあ糸目を置く、四分ずつで和紙に作って漆でできたこういう四分ずつに、のりを入れまして、でさこういろいろ先金が違っているように模様によって変えていきます。で先金はこうして抜けます。はい、でこれはこの状態でも落ちると思います。こう締めてくるとここでちゃんと落ちなくなりますので、このままでこう、でこれでこう糊を描くという段階に、やっと赤い糸ができて、ここまで来ました。はい、でこれがそれの道具です。糊、はい、が硬かったら落ちないし、今度これ柔らかすぎたらこっち持っていくまでもボトボト落ちるからね。でいつもこうしながらこうしながらずーっと糸この真ん中来てボトッと落とすと、はい、次に糊が置けました。その次に、これは不糊っていいまして海藻ですね、はい、海で作った海藻からして干したものです。でこれは染める前に、必ず地入れというこの工程をしないとハケの足が出ますので、これを釣る時の道具でございます。でこれが終わりましたら乾かしてから今度茜の染料をこうして染めていくのに使ってるハケです。いろいろハケはありますけども、はい、こういうハケを使って地色を染めていきます。はい、でこれが次は地色が染まりますので、これが、地入れと地色染める工程はこれで終わります。
それでは G 色が染まりました。あの赤い糸目も入っております。ここの、彩色する時の、彩色の顔料を作ります。これは乳鉢、これの中に顔料を入れます。で顔料を粗いですので、これをこれでこう潰して粉にしていきます。でこうして細かく出来上がりました。その次に色を止めるために、大豆を1日水につけてふやかしまして、やっぱり同じように、これで潰していきます。それを、次はここで粉潰したものをここで、絞って、あのご汁ってごって言うんですけどね、大豆の汁ごって言うんですけど、その汁をここに混ぜます。はい、で混ぜて できたのが、色のこの彩色、これに使えるあの、染料として、あの、彩色の赤い糸目の彩色の顔料ができます。で次はこれを、まあ、筆とかハケを持ってこれを色をさしていきます。ご汁だけでは ね、あの粘りがないと、ね、水泣きするんで、ね、これをちょっと入れなかんね、これ取ろうとしたのりね、ふのりです。それでは最後の工程に入ります。これは糊落ちてますけども、ここに糊がついてるものをあの水につけて落としていきます。その時に糊がこう硬いので、こうなのでこすりと、こういう道具、またこういう道具、ヘラとかね、で最後に残ったもう微妙に残ったものをブラッシングでこうして洗って完全に糊を落としてしまうと、糸目の糊が全部なくなって、この、彩色した赤い糸目もなくなるし、あのここの糊の頑丈の糊も消えて、最後の工程にこう入っていきます。これで道具 の説明はあのほぼ完了しましたので、参考にしてください。あとこう確認まだできないんですけどね、次終わるんだけど、でこの時に押さえんでもこの爪をこうすると勝手に生地がふっついてくるんですよね。赤い糸目は赤じゃないし、うん、白に戻すとか、うん、入れたな。でここ白いのね、うんうん、で今のは石出しやからこれがないんですね、うんうん、染めてからやってるから、うん
うん、きれいきれい。取れました。よっしゃ。はい、まあ、これこれで、はい。はい、一応これでも完成もできました。はい、よかった。赤く出ました。こんだけ濃いからね、かなり赤くなるなってたね。置いてる石炭は慣れたのかな。本人は椿がいいんだけど、後悔しなかなか手に入らないし。これは、これ見事にして、奥見はこの場合ぐらい濃くしよう思ってんだよ。乾いたら蒸すよな。はい、一応割り込いでね。美味しい鮮度ね。
これ糸目ゆで、これ関出しゆで、でこれは先に染めといてやる、まあ、こうシルエット影にしようとできるわけね、はい、それでは彩色の顔料もできました。でこちらも顔料できてますけども、こちらは地入れをして布の糸を引いてはけて染めております。でこっちは、新鮮染めと言いまして、さっき無地を染めまして付け染めしまして、それから糊を置いて、で彩色をします。その時この糊が濡れてる段階に手につきますので、この引っ子というこれを使って糊をつかないようにしてから採取します、はい、その工程にこういう引き工程、木のくずですけど、ただくずじゃなしにこれかなり精製されて何回も不純物取った木のくずですけど、これもみんな天然のもんですけど、これも必ず本油塗りに使います、はい、今回もこれに使っております。当然糊がくっつくもね、うんうん